もともと教えるとか説明するとか好きではあった、聞いて面白かったで終わりではなくて、その受講した後に自分の言葉でお話しできるようになってもらう。皆さんこんにちは、 SE プラス IT 教育チャンネルナビゲーターの寺井です。突然ですが今回から新しいシリーズものの企画を始めていきます。ズバリ SE プラスカリスマ講師陣紹介シリーズです。はい、SE プラスでは教育で一番大切なのは誰に教わるかであると考えているので、登壇していただく講師にも大変こだわりを持っております。となると実際どんな講師が SE プラスで登壇しているのかって気になりますよね。ということでこのシリーズでは SE プラスの講師陣に講師としてのこだわりやどんな思いを持って登壇をされているのか根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。記念すべき1人目の講師は九州が生んだ AI 男児こと井上講師です。井上講師よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速ですが自己紹介を兼ねてご経歴を教えていただいてもよろしいですか。はい、井上健一と言います。よろしくお願いします、はい、AI 男児とかっていうことを今言っていただいたんですけれども私別にその AI の研究者とかですね、なんかそういうのをこうずっとやってきたってわけではなくて、もう20年ぐらいですかね、プログラマーとかSE とか普通のいわゆるこう情報システムを開発するエンジニアとしてですねずっとやってきたという感じなんですよね。でそれから今から何年前かな、7年前ぐらい独立をして、自分の会社を作ってみたりとか、その中でお仕事の一環として、最近 AI とかも少しやってはいますけどっていう、そんな感じなんですよね。で昨年ですかね、地元の北九州の方に U ターンをして、今は北九州の方で、AI、IoT、 あとは普通のシステムですね開発をするような会社をやっています。AI や IoT をもともとはされていなかったということなんですけれども、そういった分野を始めるきっかけっていうものは何かあったりされたんですか。そうですね、2015年2016年ぐらいから、そういうものに興味を持ち始めて、最初は IoT から着手したんですかね。自分でこうラズパイとかアルドゥイノとかそういうのを買ってみて、いろいろこうつなげてみてこう喜んでるというか面白がってるっていうか、そういうことをやっていたっていうところと、 AI に関して言うと、ちょうどその時お世話になってたお客様、今も実はお世話になってるんですけど、そこが AI 入れたいと、具体的にはワトソンを入れたいっていう話があって、それがちょうどこうワトソンの日本語版というか日本版というかそういうものが出始めた頃なんですね。だからちょうどその時のあたりから、お客さんのそのニーズに応える形でいろいろ調べ出して、あ、これはなかなか面白いなというところで、どんどんただのワトソンだけではなくて他の AI にもどんどん勉強していったという感じですかね。そんな中で講師を始めようと思ったのは何かあったんですか。そうですね、もともとこういうその講師というか、人の前に立ってこう話をするとか誰かにものを教えるとか説明するとかそういったことが好きではあったんですよね。だから、一番最初に勤めた会社なんかでも、例えばオブジェクト思考の講師とかも実はやっている時もあって、そうだったんですか、それはこれ社内ですよ、はい、とかもやっている時もあって、そこの中でその2016年にですね本のワトソン本ですね、を出させていただいて、その辺から講師というか、セミナーでお話をするとか研修で教えるとかそういったことをやってみませんかっていう、そういうお話もどんどんいただけるようになってきて、もともとそういうのも好きだというところもあるので、それはぜひやらせていただこうかなというところで今に至るというですね。ちょうどその前の年に IT コーディネーターっていう資格を取って、それはどっちかというとコンサルタントのような資格なので、そうすると人前でお話しする機会っていうのはやっぱり何らか出てくるので、そこのテーマとして AI で喋ってくださいみたいなお話も結構あったりとか、だからそういう意味では IT コーディネーター資格を取ってみたりとか AI のお話で仕事が始まったり本を書いたり、そういったところがちょうどうまいことつながったのがその頃なのかなというふうに思いますね。2016年からじゃ結構いろいろ環境じゃないですけど、そうですね、いろいろ変わってきましたね。ちょうど今5年目ぐらいですかね。はい、そんな感じですね。なるほど、ありがとうございます。今SE プラスの研修とかでもご登壇いただいているかと思うんですけれども、そうやって人に物事を教えるときに注意していることですとか、こだわりを持っているところとかってございますか？そうですね、やっぱり研修を受けられてお話を聞いていただいてですね、その内容が腹に落ちるかっていうところがとても大事だと思ってるんですね。ただこう聞いて、そうかそうかと思いました、面白かったですではやっぱりちょっと
つまんなくて、聞いた内容が自分ごとになってほしいんですね。受講者の方からすると、例えば AI の話もなんか聞いて面白かったで終わりではなくて、実際にこう、まあ、私の研修の場合ほとんど実習が入りますので、その実習の中で腹に落ちるというかね、あ、そうかそうか AI ってこういうことだっていうところが分かるような内容にする。で、その受講した後に自分の言葉で AI ってこういうもんですよっていうのがお話しできるようになってもらうっていうところが、やっぱりそれをこう目標というかですね、にしているところがあるので、まあ、そこが一番自分としては重視しているポイントかなというふうに思います。だから おそらく受講されている方ご自身も、例えばプログラマーされてたりとか SE とかコンサルタントとかされていて、ご自身のそのスキルというかノウハウというかご経験があるはずなんですね。で、 AI っていうのがまあ最近比較的またブームになってきているものなので、そういったところも自分で触ってみてもらうと、もともと自分が持っているノウハウとかですね、スキルとか経験とか、そういったものに AI がプラスされることによって、そこがどう変わるのかみたいなところがきっと重要なんじゃないかなと思っていて、だからただ AI こういうのをしましたってのは語れるだけではなくて、それプラス自分のもともと持っているものとくっつけるっていうことのためにも、そういうことまでできるっていうところがやっぱ腹に落ちるってことだと思うんで、そうなるといいなと思ってお話はしてるって感じですかね、うん、実際にその AI の研修で実機の演習をするってなると、どんな内容の演習とかをされたりするんですか？なるほど。それもまあコースというかですね、違うんですけれども、例えば画像認識ですね、まあ非常に単純な例ですけど、まあ例えば猫と犬が分類できるようなものを作るとか、あとはこうチャットボットを作ってみるっていうこともやりますし、あとはその価格とかそういったものを予測をするようなモデルですかね。大体その辺をやることが多いかなというふうに思いますね。研修の中ではですね、その一つだけをやるんではなくて、二つやりますとか、そういったものもありますんで、はい、本当にその3時間の内容の中でいくつかやれるぐらいですから、本当に1時間ぐらいあればですね、使い方はわかるっていう感じにはなるかなと。じゃあ結構気軽に体験して AI についてこう知っていくっていうのも意外と簡単にできる、はい、ですね。そうです。そういったことができるようなものを選んで、やっていますので、昨日まで全然 AI なんか触ったことないっていう人も、この研修受けるともう実は3つもやっちゃいましたのかね。あ、そうなんですね。そんな感じで、やってますね。私とかエンジニアじゃないんですけど、それでもできたりするもんですかね？全然できます。あ、そうなんですね。できます、できます。ちょっと気になっちゃいました。これからこう井上さんとしては講師として AI とか IoT を広めていく立場としての目標じゃないですけど、こうやっていきたいなとかあればお聞きしたいなと。そうですね、はい、特に AI の分野なんていうのはやっぱ研究者の方とかがたくさんいらっしゃって、そういう方はどん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 技術を前に進めていくっていうことをされていると思うんですね。で、私の場合はやっぱり研究者というわけではなくて、あくまでそのニーズがあってそこに対してのっていう活動をしていますから、 IoT にしてもこういうお客さんがいてっていうところでの活動なので、技術そのものを前に進めていくというよりは、今ある技術をさらにこう世の中に広げていくっていう、そちらの活動が、まあ、基本的に私メインだと思ってるんですね。だからこういった形で SE カレッジでですね、皆さんにお話をさせてもらうっていうのも、それもやっぱり広めていく活動の一環だというふうに思っていますので、よりこう AI とか IoT といった、まあ、技術がですね、世の中にもっとこう広がっていくために、まあ、何をすればいいかってことを考えて、今後も活動していきたいなとは思ってます。本当に最後の質問になるんですけれども、はい、エンジニアの方ですとか、これからエンジニアを目指していこうという方に向けて、何か一言メッセージをいただきたいなと思います。はい。まあ、エンジニア、面白い仕事だと思うんですよね。何かこう物を作れるというのはとっても楽しいことだと思いますし、まあ、どんどん AI とかに限らず新しい技術とかね、どんどん出てくるので、まあ、それにこうついていくっていうのはすごく大変なことではあるんですけど、ある意味それを趣味のようにしてしまえばですね、これほど楽しい仕事はないと思うんですよね。要はずっとなんかやることがあるんですよ。ずっとなんかやっていかないとエンジニアを続けることはできないけど、逆に言うと暇をすることはないんですよね、エンジニアやってるとね。だからそれが楽しいなって思
得る方はすごく向いてるんだと思うし、そういう人にとってはとっても楽しい仕事がエンジニアだと思うので、ぜひぜひ、まあ今はそうじゃないかなと思う方もですね、ちょっとこういろいろチャレンジしてみて、何かこう面白いなっていうものを一個見つけてもらえれば、そこから芋づる式にどんどんいろんなものが楽しくなってくると思うので、まあそういうものを見つけてですね、ぜひやっていただければなというふうに思います。ありがとうございます、はい。ということで、今回は井上講師にインタビューをさせていただきました。井上講師はですね、初めてのワトソンですとか、ワトソンで体感する人工知能といったような書籍も出版をしているので、気になった方はぜひ読んでみてください。このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。